こんにちは、ナオリンです。今回ですね、オークションからジャンクで買ったやつは修理してみました。このパナソニックの、RCCW03 というものなんですけど、これ2つあったんでね、2つ同時に直してみました。まあ、ここのやつちょっと違うんですけどね、このなんていうんですかね、これはこうやってやると外れるんですけどね。これはベルトにくっつけるのかな。これを使ってこれベルトにくっつけたりするところなんですけど、片方はこうないんですね。はい。でこれもこう全然テープな回らなかったんですよ。でこれね、まとめ買いをしたんですよ。いろんなのが入って、14台ぐらいでね、800円ぐらいで売ってたんですよね、オークションでね。で送料込みで1800円ぐらいかな。それで14台あったんで買ったんですね。そしたらですね、パナソニックのが3台ほどありまして、そのうちの2台もですね。でパナソニックの場合はね、私ハードオフでも買わないんですよ。なぜかというと、このスケルトンだからちょっと見えるんですけども、ゴムベルトがついてるんですけど、このゴムベルトがね、パナソニックの場合は非常に細いゴムベルトを使ってて、それがまあほとんど切れてるんですけど、あまりにも細すぎる、0.5 ミリって細すぎるんでね、0.5 ミリのゴムベルトつけても、こう、ゴムが伸び縮みしたりなんかして、音程が一定にならないんですよ。なので、修理ちょっとできないんで、性能がね、出ないんで、純正、どうも、ブログなんか見ると、純正品を交換しても、なんかうまくならないケースが結構あるらしくて、ちょっとその辺はシビアに、パナソニックのやつはね、シビアなんですよ。だから、ほとんど直さないんですけど、たまたまこう入ってきたんで、どんな感じかなと思って見たら、構造的には、0.5 ミリのゴムベルトじゃなくて、通常僕が使ってる約1ミリのゴムベルトで、構造的には何にも問題なくね、使えたんでね。それで、1ミリの、ね、ゴムで、修理しました。なので、1ミリなんで、逆に、こう、ワンフラッターっていう、要するに、テープスピードのムラがね、多分ないと思うんですよ。なんでパナソニックさんが 0.5 ミリなんて細いやつを使ったのかわかんないですけど、耐久性も 0.5 ミリだと弱いしね、コスト面になってもらうかな。この辺なんかは特に、こう、まあ、なんていうんですかね、薄型っていうのもないんでいいと思うんですけど、他の薄型のやつが 0.5 ミリ使ってるんで、それを流用する形でみんな 0.5 ミリなのかもしれないですね。ただ、そのために性能が落ちてるんで、ちょっともったいないんじゃないかと思うんですけど、これはね、もう 0.5 ミリじゃなくて1ミリ変えたんで、もう、そういうことはないと思う。テープも回転ムラっていうのは非常に少なくなってると思います。ということで、逆に性能は多分上がってるんじゃないかと思います。それで、まあこれはだからゴムベルトの部分だけでしたね。で、これはね、結構ね、簡単な作りなんで、修理するのが非常に楽で、直すのも非常に楽だったんで、これはもう、いくらぐらいから始めるの ?1000 円ぐらいでいいかなって思ってます。オークションでね、始めるのね。これ2台をオークションにかけようと思ってます。そうか、ちょっと待って。これ、テストしようと思ったんですけど、これはね、スピーカーがないとできないんで、ちょっと用意しますね。ちょっとスピーカーをこう用意しました。いつも使ってるやつなんですけど。で、電池。そうか、電池。電池がですね、ついてますよね。よいしょ。電池は、よいしょと。これはまあ、至って操作は簡単なので、ちょっとテープを楽しもうかなという時には、いいんじゃないかな。まあ、イヤホンジャックがあって、こう、
XBS ってよくわからないんですけど、そういうのがあって、でボリュームがねここがついてますね。あとはまあこう再生ボタンとかちょっと見にくいかもしれないけど、ストッププレイ、ストッププレイとか、ね、そういうのがあるんで、これ使い方は普通のデブレカだと思うんですね。でまあこう入れてテープを入れてみますね。分かんないけどとりあえず入れてみます。はい、これで今電池も入れたんでプレイボタンを、おう、はい、こんな感じでね、はい、動きましたね。はい、じゃあね、もう一つの方もちょっとやってみますね。あ、これまあこう巻き戻しとかこういうのできますんでね。はい、じゃあもう一つの方もやってみますね。じゃあ、電池を取って、よいしょ、もう一台のこれもね、これゴムベルトを交換してるね。両方どっちも同じですね。うん、これはなんかスケルトンになってるから、 iMac とかね、あの辺でスケルトンが一時すごく流行った頃のものなんですかね。どのぐらいだ、2000年以降、ちょっと忘れちゃった。まあその、まあ、細かいことだと思う、格として。まあこれもね、はい、こんな感じでできます。はい、これはもうすごいシンプルなもんで、なのでこれはサービス価格で1000円からスタートということでオークションに出そうと思います。はい、この辺のブログなんか、下のですね、説明のところに URL 書いてあります。オークションの出品リストなんかも、出品リストなんかの URL もそこに載ってます。はい、と、あといろいろとこれ紹介したりしてるんで、チャンネル登録をお願いしたいんですけど、それと同時にですね、なんかリクエストとかですね、あれば、いただけると、コメントとかね、いただけるとありがたいです。あとはもう、自分で、もしくは、例えばおじいちゃんおばあちゃんがずっと使ってた、このテープレコーダーが壊れちゃったよっていうような修理の依頼、なんかも受けてますんで、このくらいの、まあ、古いタイプは別なんです。このくらいのものは、まあ、3000円ぐらいで、3000円プラス、まあ、なんていうんですかね、この、例えばゴムベルトが、ケースからゴムベルトが1本160円ぐらいなんですけど、そういった値段で、こう、直そうと思います。はい。オークマンとかね、そのくらい。ただ、古いタイプっていうのは非常に、構造が複雑になってるんで、もうちょっと高くいただくかもしれないですけど、結構新しめの、この点の簡単なものは3000円ぐらいから受けてもいいかなと思ってますんで、よろしくお願いします。あとですね、そう、コメントでね、最近いただいたので、まあ、宣伝の、まあ、登録し、チャンネル登録をお願いしてるんですけど、その時に、多分過去のですね、こんなのやったよみたいな、こう、ダイジェストっていうか、切り張りのね、やつを乗っけてるといいんじゃないかっていうアドバイスをいただいてありがたいんですけど、まあ、ちょっと忙しいんでなかなかね、手つけられないんですけど、いろいろと実験的にいろんな方法を考えていきたいと思いますんで、アドバイスとかですね、コメント、待ってますんで、よろしくお願いします。では、どうも失礼します。どうもありがとうございました。